バカ道のチームコンセプトはスピード感ある振りと衣装の早抜き、最後は魅力的な笑顔です。それではよろしくお願いします。はい、ただいま紹介いただきました正野です。今年のテーマは道、ここの官庁街通りをテーマにした曲と踊りになっております。バカ道ご存知の通り馬花道と書きます。バカ道三部作の最終作になるこの道、馬は宝コスモスでした。花は、この官庁街通りの桜でした。そして今度は道、我々望んだ夢に向かってこの官庁街通りを天満向かって駆け上りたいという気持ちでこの曲とポジを作ります。今日最後になりますけども、最後まで残ってくれたお客さんありがとうございます。この夜さつは夢祭り、またこれから上がってくれますので、よろしくお願いします。Thank you.